皆さんこんにちは。今日は7月4日で、宇野塾通信をお届けします。で、今日の話題はですね、6月23日付のエコノミストの記事で、中国は今まで以上に世界の工場だ、このパンデミックの間輸出比率が伸びている、これは絶頂期なのかというタイトルで、今まで の私が中国で その製造ですねとか販売で、いろいろこう否定的な話をしてきましたが、これはその全く逆な内容の記事ですね。中国がですね、我々が思っている以上にですね、技術的に進んでいるし設備を整っているので、これからもっとしっかり中国と向き合って付き合っていく必要があるよっていう内容の記事です。で、それをやっぱり我々としてはもう一度ね、見直す。例えばアメリカとか日本がですね、中国の例えば今回香港の問題とか、もしくは尖閣列島の問題とかっていうことで、中国の独裁政権の問題とか習近平の動きとかっていうことを考えて、中国と距離を置くようなことをいろいろこう皆さんおっしゃってますけれども、これはそれとは真逆のことで、我々はもう一度中国のこうしたその生存能力とか環境を見直す必要があるよっていう記事です。もっともだと思います。それでですね、ちょっとこの内容入ってくる前に、広東フェアっていう広州交易会ですねの、これは公式なホームページですけども、こういうふうにですね、今年インターネットでやったんですね。こうやってハードウェアツールとかコンシューマーグッズとかありますけど、ギフトとかですね。で、こういうふうなところでですね、こういうクリックするとですね、こうやって見れるんですね。で、こういうふうにこうアクセスするとですね、実際にその彼らの個々のですね、こういう会社のですね、製品を見ることができる。で、ものによっては動画も見れるし、個々企業のですね、こういうふうな値段とかですね、こう見れるんですね。これ商品で、実際にはもうこれ実際にディーテルインフォメーションのエグゼビットということで、詳細なものも、英語で出してますけど、値段とか条件とかこれ分かるようになってるんですね。こういうふうな、で、これは、バツになってから今ライブはないんですね。実際ライブがあると動画が出てきたりするんですね。これは工場ですね。ですから、これをやると、ここの会社のですね、宣伝がこうやって見れるんですね。会社の情景ですね。それからこういうふうな工場の中も見れる。実際はですね、今回、広域会に行くよりですね、オンラインで見た方が詳しく見えるっていうような、そういうことですね。これは広域会。これは日本語のあれですけども、こんなような幅広い出店対象品目ってありとあらゆるものが出てる。で、これを2万5000社ですか。去年は何社？2万5000。今年もこれぐらい、2万5000社。今年もこれぐらいですね。来場者20万人で。今年何アクセスしたか分かりませんけど、これ今年の広域会ですね、多分ね、オンラインでやってブレイクしたと思うんですね。今ちょっとお見せしましたけど、2万5000社がああいう感じですからね。だからすごいですよね。あれ全部ああいうふうに見れるわけでしょ。こうなっちゃってですね、どうなってんだみたいなことですよね。こういう例えば商品を展示するだけじゃないんですよね。ですからこれは例えば今これはコンシューマーグッドですけど、例えばビークルなんかあるわけですよね。ビークルスペースパーツとかモーターサイクルとかですね、あるんですね。これでパーツですよね。それからこれなんかも実際にはものが展示されてるわけですね。それでこれ多分ライブはないと思うんですけど、エグゼビットプロファイル、
で、こうやってビデオが見れるんですね。実際にこうどう動くのかっていうと、この会社ですよね。会社のこう経緯説明してますけど、工場前提ですよね。で、実際にどうやって物を作ってるかっていう現物の令状を示してですね、こうなってて、すごいですよね。これが全部22万5000社あるわけですから、これはすごいですね。で、この監督講演会、それからあとですね、マスクの話出てきます。これ日本語のやつはですね、粗末マスクって書いて、各国に使用拒否され、中国原材料価格が暴落って、これは大企業ですから、どっちかというと否定的ですけども、まあ、こんな記事ばっかりですね。マスク外交良くないとかと、私もそう説明しましてね、実際に価格が暴騰した時は、1トン688万がですね、なんと3万円まで暴落したとか、まあ、工場がいっぱいできちゃったんでね、そんな話ですね。こと細かに書いてありますけど、で、創業停止になったの5000台の機械がもうほとんど紙くず、鉄くずだとか書いてありますね。それからやっぱり各国に輸出したけど、基準にね、カナダとかあちこち基準に満たずにですね、使い物にならないってことばっかり書いてありますけど、この記事はそうじゃないですね。それはまた後で説明しますけど、それからですね、バスですね、これ南京に2つ目 の工場を作ったって、これなんでこんなものすごい投資をして作ったのかと言いますとですね、中国市場ですね。中国市場、これがね、ものすごくでかい。ですからですね、化学品市場ですね、これから睨んでですね、作ったんですね。それからテスラもそうですね、テスラも。中国工商銀行から600億円融資して、上海工場を増強するって。テスラですね、これも中国市場ですね。あ、これ違いますね。そういうことですね、中身ちょっと入ってきますね。中身はですね、今説明したようにこう、まあ、工場ですね。ともかくこれ今までのね、これ中国のマスクの例ですけどね、今までのやつとはちょっと違うんですね。これ製造のね、付加価値、グローバルにどれぐらい製造の付加価値をつけてるか、世界のシェア、生産能力、中国は 28%、 アメリカは 17%、 日本が 8%、 ドイツは 6%、だから圧倒的に中国の製造能力が高いということを示してますね。それとですね、中身に入ってきますね。これさっきの広州フェアですね。世界各国からの20万人のバイヤーが広州のフェアに集まった。オンラインすごいですよね。2万5000のやつがオンラインで会社のビデオの説明から何から、商品説明から値段から全部入ってるって。すごいです。今年はパンデミックのせいでオンラインで行い、10日間の予定で、6月24日に終了したと。別に終了しなくてもずっとやったらいいような気がするんですけどね。仮想のフェア、壮大な見せ物で。いや、壮大ですよ。もう2万5000円あれ見てったら、もう10日朝から晩まで見ても見られませんからね。僕前ね、あそこ、EU っていう100円ショップのね、買い付けの、あれも 3万社ぐらいあるんですかね。見に行きましたけどね、もうね、どんな駆けずり回っても1日は見れないですよね。ですから何か想定決めてね、バッグならバッグだけ、靴なら靴だけ、それだけでも1日終わっちゃう。これなんか2万5000社のオンライン、さっき画面にお見せしましたでしょ。もうとっても売れませんよ。だから特定の商品にね、的絞って、もう大変ですよね。もうそういうことです。壮大な見せ物で、中国の製造の力を見せつけた2万5000、5000社が参加し、ライブで行い、工場から直接のものもあり、商品に関心のある人にも商談も。これライブも閉まってましたけどね、この10日間のライブとか、実際に今度は現場とオンラインにつながってるわけですよね。いやー、すごいですね。こういったいくつか例あります。ウェンリーは自走式芝刈り機を展示して、シェリーはマイダイノザウルスっていうね、ロボットを見せて、ロボットがですね、プラキオザウルスの口に舌を差し込むようなことを、うまい具合にこう骨を食いかいぐってやるようなデモを見せたりですね。ジョイはね、PK セルって言って、バッテリーですよね。リチウム電池を23の自動化ラインで動かしているような、お客さん、ここだよって、ウォールマートだよとか、中国製だよってことを見せたりして。それから、オートバイ、電気自動車、コーヒーマシン、ミルク泡立て器、犬のおもちゃ、ハチドリの餌箱、何でもあると。
で、英語は下手だけど、画面が、ね、薄らくても、素人臭くても効果抜群、抜群ですよね。2つお見せしましたけど、世界の製造の20%中国がやってるんです。アメリカ、日本、ドイツ合わせたぐらいだと。コロナの混乱にも変わらず元気だと。ちょうど、だってあれでしょ、この10日間というのは6月24日ですか、コロナはね、世界でまだ収束してないのに、あんな2万5000社もね、ビデオ集めてね、デモやって、ライブやってですよ。すごいですよね。凄まじい中国の力ですね。だから、私はこれを見てね、関東フェア見てね、これはね、捨ておけないなということですね。これ今、さっきお見せしましたけどね、何でもありますよね。これ靴でしょ、カバンでしょ、コンピューターでしょ。ね、こんなのどうやってさ、こういうマッサージですかね。すごいですよね。これが2万5000社、これ170ドルでね、足マッサージ、こうやって画像を見てね、ライブはね、もう終わってから見れないんですけど、実際にこうやってね、全部ですよ、これ。全部。だからね、こうやって作ってますよ。こう、工場連携、会社、商品の説明。世界絶滅。ね、すごいでしょ。で、これですよ。これが今言ったいろんな商品ですね。世界20、製造28%。コロナの混乱にもかかわらず元気だったり、すごいですね。中国は製造の力において2つの優位を持って、1つは産業の基盤が幅広く深い。履物から先端のバイオテックまで、賃金が上がっても製造集団の多様性、一級のインフラ、レベルの高い工場が競争力を生んでいる。2005年は中国の輸出品の価値の26.3%は海外で付加されて、価値ね。2016年は16.6%まで落ちている。要するに、海外で付加価値をつけるのは16.6%しかもうないよと言ってるんですね。特にエレクトロニクス商品は内製化が進んでいて、多くの製品は中国製だと言ってるんですね。で、あとここでマスクですね。これは面白いんですけど、マスクは中国の強みを如実に表している。これ今まで、ね、さっき示したように、中国でマスクはダメだって言うんですよ。そうじゃないんですよ。2月には世界の供給の半分だった。1日あたり1000万枚。1ヶ月経って、ね、3月になったらば1億2000万枚。努力だけではできないと言ってるんですね、これは。それでね、世界で最も進んだサプライチェーンがある。それから医療用のマスクは、不織布、これ不織布かちょっと分かりませんけど、を組み合わせ、ゴム紐と鼻の形に合わせるワイヤー、この鼻のワイヤーね、ワイヤーからできている。最も高度なものは薄いプラスチックのフィルターとか、活性炭のフィルターがある。ちょっとさっき博覧会のね、中でマスクをちょっと見せませんでしたけど、そういうふうなこと。で、次がすごいのはね、独自の使用を求めている国は、繊維、化学品、冶金、機械設備、原材料、工場のスペース、熟練工、技術者、資本を持った企業が必要だって言うんですよ。中国は持ってるって言うんですよ。しかもね、これマスクだけ、ゼロから作ることはできない。ね、しかもね、これマスクだけじゃない。同様のことは数千の商品にも言える。2万5000社、工場見せたでしょ？あれ、ブワーッとなってるわけですよね。だこれはね、馬鹿にできない。それからもう一つ、中国の大事な有利な点はね、広大なマーケットがあることだと。で、さっき、アメリカの企業はトランプ政権に中国との論争に首を突っ込んで、彼らの市場を開放するように働きかけてほしいのは、彼らがその市場に入れないからだと。で、ある一つの測定、これはなぜかというとね、中国はね、まだまだ規制してるんですよね。だから外国企業が中国の企業と同じように中国の中で仕事ができないっていうのはあるんですね。それをもう解放しようということで、トランプいろいろやってるわけですけど、ある一つの測定基準で見てみると、グローバル企業は中国にもっと傾倒してきているようだ。貿易戦争があるにしてもですよ。で、過去18ヶ月で見てみると、中国における外国からの M&A の金額はこの10年間で最高だと。今ですよ、今最高なんです。またいくつかの注目を浴びるプロジェクトがいくつかあると。バスフは中国南部に100億ドル投資し、注目浴びるプロジェクトがある。いくつかの注目浴びるプロジェクトがあるだけですね。で、バスは中国南部に100億ドル投資し、さっきちょっとお見せしましたけどね、現地の顧客を当てにしている。
テスラは昨年上海に最初の工場をオープンし、中国市場を狙うということですね。で、世界の景気の停滞によって中国の製造業の比重が高まった。中国の輸出は昨年と比較して2020年の最初の5ヶ月では 8% 落ちている。それでも中国の企業は予想よりも良い。コロナの回復が早かったからだ。中国の経済が今年成長しているのではなくて、他がまだロックダウンをしている時に産業が再開したからだ。日本では中国からの輸入品が5月には総輸入額の 30% となり最高記録したというんですね。ヨーロッパでも4月には 24% になり、これも最高記録だったというんですね。このことは中国の輸出業者にとって最高記録かもしれない。よその国は中国の製造の卓越した能力に十分に気づいている。で、重要な商品の欠落欠品が彼らを不安に転じた。2月止まってましたがね、中国は。今年の初め、中国からマスクや人工呼吸器を買おうと殺到したときにそのことが起こった。欠品ですね。入んない。中国に製造をあまり依存しているという懸念がトランプ政権の幾人かのメンバー、特にこわもてのピーター・ナバロに中国政治に関税を課そうと躍起させた。数年前、ナバロは製造業をアメリカに戻そうとすることばかり考えていた。今や多くの議員がそう考えている。4月に日本が中国を離れる製造業に22億ドルを用意した。ヨーロッパの役員も中国に依存しすぎていることを警告している。特に薬品に対して。インドや台湾の国家は中国から移転する企業に対して貸付金、安い土地の提供などを提供している。これね、僕はね、なんかね、その日本もそうですけどね、ちょっとね、間違ってんじゃないかと思うんですよね。関東フェアのなんか見てね、それはもうね、捨ておけないですよ。あれ 2万5000社ね、ビデオ見てですよ、値段書いて、商品見てですし、クオリフィケーション書いてあって、いやあれね、じゃあそれ日本に引き上げてきて、そんなことよりもね、あれをね、やっぱりね、どこと会社提携してね、投資してやったらいいのか。テスラとかバスも正しいですよ。うん、だから共産党の問題とね、ありますよ。だからそれはやっぱり、その例えば稼いだ金持ってこれないって資本の制約もありますよ。ですけどね、いやーどうですかね、まあ、アメリカもやっぱそんなこと気がついててね、ホワウェイ禁止だっても1年1年ずっと延期してるじゃないですか。だからね、これは日本政府はね、まあ、欧米の動きに乗ってね、22億ドルその資金をね、中国から元になったら用意するよって言ったけど、あんまりことを据えていけないですな。そこら辺はやっぱりね、慎重に考えていかないといかんですよ。公衆フェアはね、やっぱすごいですね。そうした刺激策は、かっては有効、刺激策で今ね、こう戻ってきたらお金あげるよとか、工場をね、例えば中国から工場を撤退するときはね、売れないんですね。もう地元政府とかいろんな嫌がらせをしても、もう全部あげて逃げてくるような形になっちゃうんですよね。だからその分ね、欠損は日本の政府もそうですけど、損してもね、それを補填してあげるよと言ってるわけですね。で、かつてはね、みんな動かなかったけど、今はそうではない。彼らは国内市場をターゲットにしてはいるのだが、国内市場をターゲットにしてはいるのだが、3つの要因が製造に変化をもたらした。第一に、バリューチェーンの高度化と労働コストの上昇が低賃金企業を追い出した。国内からね、多くの衣料品製造業、電子組み立て工業はすでに中国から出ていって、特に 東南アジアに出ていったってね。第二次、米中の緊張によって企業をどっちに進むかということに対して慎重になっている。アップルはまだ多くを中国で製造しているが、政治的なリスクがあるので、インドのようなところに分散している。第三に、パンデミックの間、工場がシャットダウンして、2月はほとんど製造が止まっていたので、中国だけに偏っていることの危険をあらわにした。だから薬なんかも全部中国で作っていて大変だということをアメリカが気がついたんですね。それは分散するというのは正しいですけど、中国が撤退するというのは正しくないんですね。正しくないですよ。でね、ただね、工場を移動しようとする傾向はアメリカ、中国、北アジアの大企業のトップへの調査で分かった。1000人を超える回答者の中で、アメリカの 76% の企業、北アジアの 85%、中国の 60% の企業が中国の外にすでに移動したか、これから移動しようとしている。中国の製造能力 2割から3割が出ていこうとしている。すでにすぐに起こらないけれども、製造がゆっくり出てくる。これ出てくるんですけど、ただここで言ってるのは、その間、中国のビジネスは立ち直りが早く、製造出てってもですね、立ち直りが早く、適応能力に優れているということだと、他のことをすぐ探しちゃうんですよ。例えば、
ソウインドという会社はですね、家庭用清掃用具メーカーで、公衆フェアで人気がありました。ほうきやコロコロ、あ、床のね、ゴミを取るコロコロがメイン商品だけど、新しい商品も出したと。全然違う商品、家庭用の自動ソープディスペンサー、容赦のないウイルスの現状に対応した商品だ。触らなくても石鹸が出てくるんですね。で、ヨーロッパやアメリカの数千の顧客からの購入があった。このオンラインフェアは新しい試みだが、予想以上にうまくいってるよ。だからね、これね、立ち直りが早いってことは、今まで作ってるもの放棄もやめて、全く違う自動ソープディスペンサーに会社を変えたと。そのね、そのな、適応能力が優れてるってすごい。この特にその一つの例ですけどね、凄まじいですよね。だからね、20-30% の製造工場出てても、中央がどうってことないもん。2万5000社のうち、もう何千社もね、業種変えちゃいますよね。だからそういうふうな国ですから、もうどん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 もう、馬の目を射抜くようなね、こう、変化をしてるわけですね。ですからそういう意味で、その、やっぱり我々はね、中国と関わって、その、もう絶えず変化していく中でですね、一緒になって変化していくっていうようなことをね、特に日本企業なんかそうですよね、もう保守的で固まっている会社が多いですから、そういうことにもっと外に中国に目を向けてですね、やっていく。だから中国はどう撤退しようかじゃなくてですね、どう中国との関わりを変えていこうかということをですね、絶えずその、彼らと一緒にですね、改善していこうという気持ちがないとですね、世界から取り残されていくような気がしますね。今、中国はそういう意味ではですね、製造業では世界最先端を言っているような気がします。だからテスラがね、工場を作ったり、バスが工場を作ったりしてるんですよ。これはね、我々としてはね、もっと日本がね、工場をですね、研究所をですね、中国に持っていくっていう動きをね、していく必要が僕はあると思うんですね。それがね、今の世界の動きのような気がします。だから、イギリスが例えばホワイウェイどうのこうのとかね、トランプが米中貿易摩擦で、日本に、日本じゃない、アメリカに国内改革しろとかって、その表面的な彼らの言動に惑わされてはいけない。やっぱり彼らの今の、公衆交易館の現状をね、我々はつぶさに見てね、この現状をね、見ていかないかん。ね。これを彼らがやってる、今の実際の現状どうなんだっていうことをね、つぶさに見ないかん。これですから、ディスポーザル CP ガウンですね。これは病院使うやつですけど、ライバーもやってませんけど、これが彼らがね、どんなことをしてるのか。これはこれビデオないみたいですね。こういうふうな。工場のですね、情景しかありませんけど、これビデオですね、エグジビットで、こういうふうなこうね、製品がいくつもありますけど、こういうふうなね、彼らのね、現状をね、これ2万5000社あるんですよ。だそれをね、彼らがどうなってるのか、もちろんレベルがクオリティが低いのもあるでしょうし、高いのもあるんです。さっきも言いましたように、マスクだって一朝一夕にはできない。ただこの今回のコロナの時で1000社ぐらいできてきて、その1000社のうち多分800社ぐらいはもうどうでもいい会社。だからその中のトップ100社ってやっぱりちゃんとした会社だと私は思うんですね。そういうのをちゃんと見極めてどう付き合っていくのかってことを我々今後中国との付き合いを考えていく必要はあるだろうと思うんですね。まあそういうことで中国に対してですね、製造業に対してもう一回ね、改めて我々はぜひ見直してほしいということで、このですね、記事を皆さんにお届けしました。まあそういうことで、とりあえずこれで終わらせていただきます。